はい、こんにちは、田中みやびです。私ですね、フリーランスで構成作家、リサーチャー、ライター、翻訳家などをやらせていただいてるんですけれども、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、私が普段生活していて思ったことを年々共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、今回のトピックは、 アメリカの大統領選について、それとあの日本の首相指名選挙を絡めてお話しさせていただければなと思ってるんですけれども、11月7日からでしたっけ、いよいよあの1年とか2年ほど前から話題になっている、アメリカ合衆国の大統領選挙が始まるっていうことで、候補になっているのが今、共和党のドナルド・トランプさん。 えー、民主党のカマラ・ハリスさん、えー、このお二方がすば、えー、されているということなんですけれども、ほ、まあ、他にも何か、えー、候補がいらっしゃると思うんですけど、まあ、主にスポット方っていうのはこの2人だということで、まあ、どちらが選ばれるのかも、もういろんな方が、えー、議論をしていて、トランプさんがなったら、えー、こうなる、えー、ハリスさんがなったらこうなる。 で、日本にはこんな影響が出るみたいなことはもう散々いろんな有識者の方であるとか、えー、YouTuber さんも含めて、えー、いろんな場所で議論されていらっしゃるので、えー、まあ、いろんな方がいろんな予測を出されているので、ちょっと私はそこまで政治に詳しいものじゃないから、そもそもこのチャンネルはあの、私自身が政治に詳しくなりたくて、えー、勉強させていくつもりで、あの、 始めさせていただいた点もあるので、この私の動画の中の政治に関して語ってる部分に関しては。なので、ちょっとその辺については、ちょっとあんまり言及っていうのは今、私の力では、知識ではできない部分はあるんですけれども。あ、まあですね、あのー、ちょっと気になっているのが、日本の首相指名選挙も11月11日に行われる見通しになってるじゃないですか。 なので、その、僕個人の考えなんですけれども、本当に、あの、まあ、党とか全然関係なく、えー、自民党であるとか、立憲民主党であるとか、国民民主党とかも全部何の関係もなく、あの、私が率直に思っていることとして、あの、次期大統領選に関しては、あ、そ、すみません、次期、あの、首相に関しては、あの、まあ、米国の大統領が誰になるかっていうのを念頭に、 置いた上で適切なリーダーを議員の方には選んでほしいなっていう風になって思うし、なんかそうなってくれないかなって思ってるんですよ。で個人的にはまカマラ・ハリスさんドナルドトランプさんどちらになるかっていうのはどちらを支持しているかって私は別に、えー、ぶっちゃけどちらでもないどちらでもあのーえー、支持している部分も支持していない部分もあるし、あのー、どっちがいいとかって本当に私の 正直な気持ちとして、今のところ言うことはできないんですけれども、えー、ただそのふたおふ、お二人の性格的に、トランプさん、カマラ・ハリスさん、どちらのお二方の性格というか、キャラクターというか、メディアから見える人物像っていうものを、あくまでメディアから見える人物像、 え、ご本人の、えー、本人の性格は本人本人とその周りの人にしか分からないんで、本当の性格は。なんで、メディアから見える人物像から、えー、考えると、その、トランプさんって予測不可能なところがありますよね。で、なんか、すごい、あのー、まあ、傲慢な態度を見せたりとか、パフォーマンスでやってる部分も多分にあるとは思うんですけれども、あの、なんかちょっと、言ってはならぬことを言ってしまうような、えー、ちょっと危険な、 危ういところってあるじゃないですか。で、なんかこう、で、その代わりすごい、えー、もう、言い言い方が強いので、その分、その、他国に関し、他国に対して、強力なリーダーシップ、日本も含めてなんですけれども、引っ張ってってくれるって部分はあると思うし、えー、ただ、その、ちょっと、僕、今、僕が申し上げたような、あの、性格的な、えー、ちょっと、えー、強さというか、えー、そういう、粗暴な部分ってあると思うんで、それを、 まあ、どっちになるかわからないですよ。カマラ・ハリスさん、トランプさん。ただ、あの、僕個人としては、その、対トランプさんっていうふうの、対トランプさんを念頭に、トランプさんがリーダーになるときに備えた上で、次の首相を日本も選んでほしいなと思うんですよ。なぜかっていうと、その、トランプさんって、その、日本に対しても強硬的な手段を、 え前以前、えー、大統領になってた時にやろうとしてた、えー、発言が節々に見えたんですよね、えー、まあ例えば米軍のことであるとか、まあ、僕のちょっと知ってる限りで言うと、えー、日本は自分で自分の国を守るんだろうみたいなことを日本に言ってきたとでそこをなんとか日本が懐柔、えー、策を取って引き止めたっていうような経緯があったりとか 本当かどうかは分かりませんが、えっ、ー、と、まあ、彼はビジネスマンなんで、トランプさんは。そう、ふっかけておいてえ、自分に有利な条件を引き出して、えー、っていうような、表向きそう、本当の心の中では思ってないことでも、あえてふっかけておいて、自分の有利な条件を引き出して、え物事を進めていくっていうような、え、部分ってあると、あるということだったんで、まあ、わざとやったのかもしれないですけどね、知っておきながら。 そういうなんか日本をちょっと脅すような発言でただそこにあのー、うまく、えー、はまったのが安倍,安倍元首相だったんですよねあの皆さんご存知、えー、よくわからないかもしれないですけども安倍首相って本当に外交に優れた人って、えー、世界では評価されているので、あのー、すごい日本人が思っている以上に、えー、彼の知名度っていうのは、えー、世界で高くって。 だからその2022年に教団に倒れた時に多くの世界のリーダーが反応してくださってであの国葬になった時に数多くの方々が来日されて安倍さんの安倍首相のことを弔ったっていうような経緯があるんですけれどもなんで本当に安倍首相があのまあ 皆さんが安倍元首相をどう評価しているかはさておいておいて、そのとにかくそのトランプさんっていうものをうまくそのコントロールしたっていうのは、えー、事実だと思うんですよ、えー、客観的に考えた上での。安倍元首相がいたからこそ,その、なんてかゴルフ外交っていうんですけどトランプさんをゴルフ,ゴルフに招いてで、一緒にゴルフして、まあ、ちょっとその軽く扱われそうなところでもあの安倍首相元首相が。 ちょっと、えー、おだてたりとか、えー、むしろおだてるというか、対等な関係にそれで徐々に持っていって、あのーまあ、日本とアメリカの、えー、トランプさん、安倍さんラインみたいなのが作って、でまあ、中国とかロシアとかに対して、まあ、イランの関係であるとか、えーまあ、結構、その、えー、お二方のけん制と、えー、お二方がけん制していったっていう部分もあると思うんで、高君に対して。 なので、すごいあの2人は組むとすごい強力だったんですけれども、ちょっとあのもう今、安倍元首相もいないので、なんで、その、彼と同等の外交的手腕を持つ方に、個人的にはその、えー、次の首相になってほしいなっていうふうに思っておりますでなるべくその引かない人ですよね、あのトランプさんになんか、わーって言われたときに、 おっと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 ひよってしまうような感じだったりとか別にひよったとしてもなんかこちらもそのうまく怪獣できるような術を持っているようなえそういったあの弁舌にたけた人であるとかえそういった方々にそういった人にえまあ次日本の首相になってほしいなっていう部分はえ個人的なので皆さんなんかあのか国のことだけ 見てないかなっていう部分があると思うんですよ。こう議員さんだけじゃなくって、まあ、議員さんがメインなんですけど、私たち選べる資格、選ぶ資格ないので、あの首相を。なので、その議員さんたちには、その対トランプっていうのを意識した、えー、その指名っていうのを行ってほしいんですけれども、やっぱりその、党派でか、党で固まっている以上は、ちょっとそれは難しいですよね。あの自分の中ではこの人がいいと思っていたとしても、自分の党は、 えー、自民党だから自分は国民民主だから、えー、自分は立憲民主党に言うからちょっとこの人には投票できないみたいなのがあると思うんですけれどもまあ多分その首相指名選挙であのこのままその野党が立憲民主党が連携を取れなかったりとか、えー、自民党も今国民民主党さんにあの働きかけてますけれどもそことれ、えー、連立とか取れなかったとしたら あのまあえー、決選投票は最終的に石破さんと野田代表になると思うので,、まあ、でこのままでいったらその国民民主党は玉木さんはあの決選投票でも自分の名前を書くと言ってるんで国民民主党はあの自分の名前を書くと思うからあのとなってくるとやっぱり過半数、えーえー、立憲民主党より数が多い議席が多い。えー 石破首相がそのまま次の首相になられるっていうことになると思うんですけど今のところまあちょっとその石破首相があのどれほどの外交的手腕を持っているかとかどれほどトランプさんとかハリスさんに対してうまくやっていけるかっていうのは部分は未知数だと思うんですけれどもまあ、えー、果たして今ここで彼をどう評価するとか置いておいて野田さんになったとしても玉木さんになったとしてもこれは同じなんですけれどもあの まあどういうふうにその対米関係ってのを考えて上でリーダーを選ぶかっていうのがすごい重要かなと思っています。あの結局、日本ってアメリカの事情に左右されてしまう部分が、やっぱりその二国間の関係だとどうしても多いんで、ただその日本っていうのは、あのアメリカ側と敵対してる国とも仲良くやってたりするじゃないですか。イランであったりとか。 えー、そこら辺と、えー、まあ、仲介役として、その日本っていうのは、えー、すごくアメリカからしても、あの、重要な国だと思うんで、えー、まあ、あの、まあ、トランプさん何をしてくるか未知数なんで、でハリスさんの場合だと、結構その、どの首相になったとしても、すごいやりやすい方だと思うので、まあ、 えーまあ、ハリスさんのほうがその、まあえー、日本としてはやりやすいんじゃないかなと思うんですけれどもただ、えー、世界っていうのを考えた上であのまで、あ、アメリカ人がどう反応するかどう判断するかどうかわからないんでトランプさんっていうのを第一の年トランプさんが次の大統領になるっていうのを第一に入れた上で、あで首相が決まってくれることを私自身は、えー、祈っております。 皆さんはどうお考えでしょうか皆さんの考えもぜひあったらお聞かせ願えたらとても幸いです。この動画をご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画が良いと思われた方は高評価並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。